あ、神岡班長鉄っ鉢に耳栓挟んでるんですかあ耳栓って結構すぐなくなりやすいやろここに挟んどったらすぐ装着できるし便利やでへえあ神岡班長調整調整具鉄っ鉢に挟んでるんですかおここに挟んどったら射撃の時すぐ調整動かせるやろ便利やでへーええ神岡班長何をそんなに挟んでるんですかおおこれか <laughs> 口紅ここに挟んどったら化粧直しすぐできるやろ ほんで、ちょっと服が匂うなーって思ったら、これ、シュッシュッシュッって、フレグランスな。で、そこちょっと汚れてるなーって思ったら、これ、ハンディーモップすぐ取り出して、さっさっさ。便利やろ。班長やりすぎです。永内社集合。ちょっと私物庫、物多くなってきたから、永内社全員で整理整頓しようか。はい。はい。あ、松谷健二 そんな名前の人 A 内におったっけあ,あそれは水玉列風隊のケンさんのベッドやえ水玉列風隊のケンさん第七普通科連隊重迫撃砲中隊にいたんですかすげー <laughs> チャンネル登録よろしくお願いいたしますよろしく